はい、こんばんは。カリウシリュウジなんですけど、おめでとうございます。井上尚弥選手ね、おめでとうございます。なんかボクシングやっていてですね、はい、ドヘニーという方に勝ったみたいで、ほんと強くなってますね。はい、もう井上選手おめでとうございます。 TKO 勝利ね、おめでとうございます。なんか井上尚弥選手の勝利にですね、なんかね、批判殺到されていて、なんでこいつ強いんだよ、負ければいいのにとか、もう心ないコメントがありましたね。なんかやらせだのあれやってるんじゃないかって言ってね、今ね、平本蓮選手のドーピング問題が、ドーピングって言ってもやってないと思うんですけどね、ドーピングしてるんじゃないかっていうコメントまでありました。平本蓮選手のようにみたいなね、そんなことをね、ドーピングしてるんじゃないかみたいにね、いやー、ほんとひどいこと言うなって思いましたね。本当にね、いや、いいですよ、こういうこと言うのはね、ありもないことをね。はい、まあね、井上尚弥選手ね、まあ、よく頑張ったと思いますね。ドヘニー選手もね、2人ともよく頑張ったと思います。ではね、今回の話はですね、井上尚弥選手の勝利に批判殺到されていたことについてねお話でした。ご視聴ありがとうございました。では失礼します。